皆さんこんばんは。今日も東京ドームで行われました巨人対阪神の一戦をお伝えします。昨日はですね、タイガースサイドから見ると嫌な負けでしたね。エラーの1点、これがもう決勝点になってしまったという1対0の負け。これで、1位カープとのゲーム差が4、そして2位ジャイアンツとのゲーム差も3ということでですね、まあこれギリギリのとこまで来たな。そういう意味ではですね、今日のゲームなんとか取ってゲーム差を縮めたい、そういう大事なゲームということになりました。そのゲームなんですけれども、先発ピッチャーはジャイアンツはグリフィンですね。前回タイガースにやられております。そしてタイガースの方は才木、18ゲーム投げて9勝3敗、防御率 1.37、ジャイアンツ戦もいいですね。5ゲーム投げて2勝1敗防御率 1.10 ですから、まあ安定したピッチングをずっと見せてくれてるピッチャーということで、ロースコアのゲームを予想したんですが、今日は点の取り合いというゲームになります。ご覧いただきましょう。今日はですね、スターティングメンバー、まず佐藤輝明を外しました。そして、3番にサードで渡辺を入れて、4番にライト森下。森下はですね、187ゲーム出てるそうですけれども、初の4番ということでね、それがどう働くのかということでちょっと注目しておりましたけれども、初回に結果を出しましたね。先頭近本がレフトへのヒット、そして2番中野、送りバント2回失敗した後追い込まれて、エンドランですね、エンドランでなんとかセカンドにランナーをやりました。ワンアウト2塁、3番に入ってるサード渡辺亮はショートゴロでそのままでしたけれども、4番の森下ワンストライクから高めに来た変化球だったんですかね、僕はまっすぐに見えましたけれども、これをですね、左中間にツーランホームラン先制。この2点は非常に大きかったと思います。ピッチャー才木ですからね、まあ対ジャイアンツに対してはですね、5ゲーム投げて 1.10 とね、もう2点取られてないということなので、この2点で勝てるかもしれないななんていうふうに思ったこのツーランだったんですが、そうはいきませんでしたね。1回の裏、先頭打者の丸、これツーストライクからですね、甘い球がいってしまいましたね。それを右中間に、ソロホームランやられたなという感じがしました。その後は、2回3回、しのいできまして、4回の表、タイガースが追加点を取りましたね。まず先頭の渡辺、フォアボールです。10球粘りました。そして森下セカンドゴロで、ワンアウト2塁、大山にもフォアボールが出ましたね、1、2塁そして野口というところだったんですが、ワンストライクから、外寄りのチェンジアップのような球、これバットの先でしたけれどもセンター前に落ちました。満塁ということになりましたね。ワンアウト満塁。そして梅野がね、当たってないんでどうするのかなと思ったんですが、フリーで打たせて結局3球三振でした。こうなるともう木浪に期待ということになるんですが、木浪やっぱりまっすぐに対してはちょっと振り遅れ気味というところで、変化球来ないかなというような感じで僕は見ておったんですけれども、ツーボールワンストライクからここはですね、スライダー、カットボール、スライダー、そういう球を投げてきましたね。これをですね、バットの先でうまく引っ掛けて、ライト線に2塁打、満塁の走者一掃ということで3点取りましたね。この3点は非常に大きかった。才木で5点取ってもらえればもうこれで大丈夫かなと思ったら、いやー、そうはいきませんでした。5回の裏、先頭長野がライト前ヒット、そして岸田に対してはストライクが一つも入らないフォアボール。このフォアボールはちょっといただけませんでしたね。4点のリードをしているところでの無駄なフォアボール、そして、これで、門脇がまずバントで送ってワンアウト2、3塁という形を作って、途中からレフトに入ってます、モンテス、追い込まれた後の落ちる球、これをですね、左中間に2点タイムリー2塁打、まだワンアウト2塁という形で残って、丸はアウトになりましたけれども、2番の吉川、これがレフト線に2塁打してもう1点追加、3点目ですね。そして3番の坂本が初球の外のスライダー高め、これをレフト方向にタイムリーしたというね、まあ鮮やかな攻撃でしたね。3つのタイムリーが出て4点差を一気に追いついた。5回の裏、5対5ということになりました。うわー、これはまあこれから6回以降の戦いどっちが点を取るのかなというね、形になりました。グリフィンはこの4回、5点取られた時点で交代、5回は今村が来ました。そして6回船場様、1イニング三者凡退できましたね。
そして、7回、ここは高梨が出てきたんですね。高梨が出てきて木浪、まずファーストゴロでワンアウトを取ったんですけれども、代打の原口にフォアボールを出しました。まあ、ここで僕はすぐ代走を出すかなと思ったんですが、出さなかったんですよね。そして、1番に帰って近本、ライト線に2塁打。うわー、これ代走出しとけばホームまで帰ってこれたんじゃないのかな、ちょっと後手後手いってるかもしれないぞっていうようなね、気で見てたところだったんですね。2、3塁、まあ、こうやって2、3塁になった時点でサードランナーを上田に変えたというね、まあ最初から変えとけばどうだったのか分かりませんけれども、ランナー2塁に行ったら変えようという気持ちはあったのかもしれませんが、もう後半ですからね、あの場面一定勝負ということを考えれば、まあ最初から原口に代走でよかったかなと思いますね。そして2番中野がフォアボールですね。これで満塁ということになって、3番に入ってる渡辺亮が大仕事をしましたね。初球のツーシーム、左中間に、走者一掃の3点タイムリー2塁打、ね、ヒーローインタビュー聞いておりましたら、その前の打席もツーシームでやられたんで、ツーシームが来るんじゃないか、そういうような気持ちで待ってました。待ってた球が来たというところだったんですが、まあ、僕は、この場面、もうピッチャー交代だと思ってました。まあ、高梨は近本、中野、この左バッターのところまでというような気持ちで見てたんですが、ここで変えなかった、これがどう働くのかなというところでしたね。まあ後で岡田監督のコメントを聞いておりましたら、あそこはまあ右ピッチャーが来れば佐藤輝明を出そうと思ってたというようなことを言われておりました。一方の阿部監督はですね、ここはやはり佐藤を出したくなかったのかなっていうね、ところだったんですが、佐藤輝明、まあ、昨日のバッティングを見てたら決して形は良くないんで、あそこは佐藤を出した方がジャイアンツサイドからしたら良かったんではないかなっていうような見方をしておりましたけれども、結局、まあ、佐藤を嫌がったのか、あるいは高梨にここのピンチはお前が最後まで行けというような気持ちで、続投させたのか、これは分かりませんけれども、その高梨に対しての初球のツーシームをきっちりと3点タイムリー打った渡辺亮ということになりましたね。8点、タイガースが取りました。その後はですね、もう勝ちパターンのピッチャーずらっと出てきましたね。7回クリーンナップのところで、ゲラが来ました。岡本には二塁出されましたけれども、後のバッターは凡退。そして、8回できたら桐敷使いたくなかったということでしたけれども、もう今日のゲームはね、もう本当に大事なゲームだったんで、桐敷にもうお願いしますという感じだったと思います。8回は桐敷、そして9回、今日は岩崎抜群な内容でしたね。三振、そして、岡本もインサイドのカット系で、ショートフライということで三者凡退、ゲームセットということになりました。大事なゲームをタイガースがものにしたという2戦目でしたね。勝ちが石井につきました。4勝目です。そして負け、高梨2敗目ですね。そして、岩崎に18個目のセーブがついてます。ホームランは初回に飛び出した2つですね。森下の11号ツーラン、そして、丸の15号ソロということになっております。そして、今日のヒーローですけれども、これはもうゲームを決めた決勝点の3点タイムリーツーベースを打った渡辺亮選手、ね、あの自分でもう狙い球を絞って初球からその球に合わせて振りに行った、そのもう割り切りが非常に良かったなと思いますね。はい、こういうことになりました。まあ、今日のゲームのポイントはやっぱり7回の表のタイガースの攻撃の場面ではなかったかなと思いますね。ワンアウトから原口が、フォアボールで出たところで、ダイソーを送らなかった、これがもしかしたら、裏目に出るかもしれないなという場面だったんですが、まあ、そこはですね、渡辺亮の満塁からの走者一掃、これで、解消してくれました。その渡辺亮のタイムリーを生んだところ、ここも阿部監督が続投なのか、あるいは次のピッチャーを投げさせるのか迷ったところだと思いますけれども、この続投というところがジャイアンツサイドからしたら裏目に出てしまった、そして、タイガースサイドからすればですね、きっちりとものにできたというね、まあ、昨日1点を取れなかったタイガースがですね、このゲームではですね、満塁で走者一掃を2回やりましたね。それを改めてこうやって見返しますとですね、ジャイアンツは4回の3失点、その
うちホームに帰ってきた2人はですね、フォアボールのランナーなんですね。そして7回の3得点、これもホームまで帰ってきた2人はフォアボールのランナーがいるということで、8点のうちのですね4人、これはですねフォアボールで出したランナーがホームに生還したというようなゲームになっております。タイガースの方も結局佐伯5回のところですね、あのヒットを打たれた後岸田に、一つもストライクの入らないフォアボールを出してしまった、このフォアボールのランナーもやっぱりホームに生還しているということで、両チーム合わせるとですね、13点のうちの5点、これはですねフォアボールのランナーがホームまで生還しているということで、やはり、フォアボールっていうのは怖いな、そういうものを改めて感じさせてくれたゲームだったと思います。まあ、とにかくタイガースサイドからすれば今日のゲームはものすごく大きなゲームだったと思うんですよね。まあ、今日勝ったことによってこの3連戦明日のゲーム以下で勝ち越せるということにもつながっていきますし、その分上のチームとのゲーム差も縮まっていくというね、今日はカープが敗れましたので、またこの 1,2,3 位の順位がですねぐっとまた縮まった、これは最後まで続くかもしれないな、そういうものを感じさせてくれました。そしてやっぱり今日のゲームの中での勝ち負けを決める場面、そこはですね監督の采配、これによってですねかなり左右するな、これがやっぱり僕らが見てて非常に面白いところなんですよね。これからどんどん佳境に入っていきますので、監督の采配いかんでですね勝ったり負けたりするゲームが見られると思いますので、そのあたりを皆さんには楽しんでもらいたいなと思います。はい、ということで今日のゲームは阪神が巨人に8対5、5対5から渡辺亮の決勝3点タイムリー2塁打で勝ったというゲームをお伝えしました。以上です。